どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は ANA アメックスゴールドの入会キャンペーンが激アツということで紹介していきたいと思います。最大ね、62,000ANAマイル獲得可能ということですので、徹底解説していきたいと思います。このキャンペーンはですね、2019年6月現在あるキャンペーンであって、このキャンペーン自体がいつまで続くかっていうのが正直分かりませんので、もしね、利用されたい方はできるだけ早めにね利用されることをお勧めします。それでは行ってみましょう。で、アメックスゴールドキャンペーンが激アツということで、今回の動画では ANA アメックスゴールドの基本スペック、 ANA カードを持っていない方はマイトモプログラムを利用して発行することをお勧め、入会は紹介で既存会員から入会した方がお得、最後 ANA マイル62,000マイルでどこまで行けるかということを紹介していきたいと思います。で、私はですね、リクマイラー2年生、正直、正確には3年目なんですが、1年目はね活動しておりませんでしたので、実質2年目ということです。で、今現在、146,000マイル画像ではなっておりますけども、先日ポイントサイトからのポイントが着弾しましたので、16,500マイルぐらいですかね、夫婦でね貯めておりますけので、夫婦合わせて今18万マイルぐらいはありますかね。昨年ね、動画にもしておりますが、 SFC 修行を行った関係で、保有マイルは全て使い果たしました。ですので、今現在はねこういう、マイル数となっております。で、ANA アメックスゴールドの基本スペックということで紹介していきます。本会員年会費31,000円、家族カードの年会費15,500円、 ANA マイルの移行手数料はありません。ポイントの有効期限もなし。で、カード継続マイル、こちらのカード継続マイルというのは年会費更新時に2000マイルもらえます。で、入会の時もね2000マイルもらえますので、頭入れといていただけたらなと思います。 ANA フライトボーナス 25% アップ、クレジットカードラウンジですね、利用可能となっておりまして、同伴者1名無料となっております。まあ、このカードラウンジっていうのは私の別の動画でもね紹介しておりますけども、そちらね参考にしていただけたらなと思いますけども、基本的にアルコールと食事の提供はないラウンジ、まあ中、国内線の 中で、クロワッサン等々の、サービスがあったりするラウンジもあるんですけども、まあ、基本的にはないと思っていただけた方がいいかなと思います。まあ別の動画で、ね、紹介しておりますので、そちらも、ね、参考にしていただけたらなと思います。 ANA クレジットカードを初めて発行される方はマイトモプログラムの利用がお勧めしますということで、このマイトモプログラムというのは ANA 自体がやっているプログラムなんですけども、 ANA カードですね、1枚も持っていない方が、新規で、ね、入会する場合、私のような ANA マイルか ANA カードを、ね、持っている方から、紹介 URL、名前、など紹介番号などね聞いて発行されると、ゴールドカードの場合それだけでプラス2000マイルがもらえますので、まあ、もし、これから発行されるという方はね、近くにいないかっていうのは一度確認していただけたらなと思います。Twitter などをねやっている方は、まあ、ちょっとツイートすればね紹介いたしますよっていう言葉もかけられると思いますので、そちらも利用してみたらなと思います。で、最悪ですね、私の方からも紹介することが可能ですけども、まあ、最悪ですのでね、この動画を作っている方から、紹介のためにみたいな感じじゃありませんので、もしねどうしてもいないという方は、私のツイッターもしくはコメント欄にねコメントしていただけたらなと思います。で、クレジットカード入会は紹介で入会した方がおすすめということで、まあ、アメックスカード自体がですね基本的に紹介プログラムを持っておりまして、今回のこの ANA カードアメックスゴールドもですね紹介で入会した方がおすすめです。この紹介でね入会することによって最大でね62,000ANA マイルがもらえますので、これはね
普通に入会するよりかははるかにお得ですので、既存会員の方からね紹介で入った方がおすすめとなっております。こちらも先ほど同様ですね、ツイッターなどで募集してみる、もしくは、近くの人が持ってないかをね確認していただいて、どうしてもいない場合は私の方に連絡していただけたらなと思います。で、入会キャンペーンの詳細です。1、クレジット、既存会員の紹介で入会する。2、クレジットカードを利用する。で、利用額に応じてポイントがもらえるという構成になっております。利用額の詳細、最大6万マイル取得可能ということで、3ヶ月以内にですね、合計60万円を利用すると、6万マイル分の、ポイントが、ね、もらえるというキャンペーンになっております。まあ、細かく、区切りはついているんですけども、まあ、最終的に60万円まで利用できればね、この最大 ANA マイル数がもらえるということですね。まあ、これから、大きい買い物を予定されている方、もしくは SFC 修行されている方、されている方っていうか、これから予定しているかですね、さらにダイヤモンド修行などね予定されている方はぜひね積極的に狙っていただけたらなと思います。まあ、60万円でね基本的に利用して、本来 1% のクレジットカードだと、6000マイルにしかなりませんからね、それが 6万マイルに跳ね上がるって考えるととんでもないですよね。で、最後なんですけども、6万2000 ANA マイルで実際どこまで行けるかということですよね。 ANA の6万2000マイルあればですね、私の大好きなニューヨークエコノミークラスの往復特典航空券が基本的には4万マイルから4万5000マイルぐらいで利用できますので、まあ、もちろん余裕で行けますよね。まあ、国内であれば、羽田那覇の往復が1人1万8000 ANA マイルで利用できますので3往復できるという計算になります。まあ3往復できるということは、1人じゃなくても2人でも利用できますので、まあ、これのマイル数だけでもですね、夫婦パートナーの方と、沖縄旅行が、無料でね飛行機代は無料で行けるという計算になりますよね。まとめです。 ANA アメックスゴールドを今回紹介させていただきましたけども、ANA カードを持っていない方はマイトモプログラム経由で発行されることをお勧めします。次に、マイトモプログラム登録後、既存会員の方から紹介で入会、入会後、最大で60万円を利用する、こちらはですね、まあ、60万円の利用先は正直何でもいいんですよね。あの日々の決済で60万円利用する、まあ、SFC 修行とかそういうこれからね大きい決済を、ね、控えている方はそちらに利用する。もちろん Amazon ギフト券とかでもね、もちろん OK です。ですので、まあ、利用先はね人それぞれあるかなと思いますので、そちらで利用していただけたらなと思います。今回は、ANA アメックスゴールド、 ANA アメックスゴールドの、ね、紹介をさせていただきましたけども、このキャンペーンはですね正直強烈ですよね。60万円を利用して6万2000マイルまで、ね、獲得できますので、これから大きい、ね、利用とか、ね、予定されている方はね、まあ、それでなくても Amazon ギフト券購入とかでも、ね、積極的に狙っていくのは全然 OK だと思いますね。私もちょっと今検討中ですので、利用するかもしれませんね。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。